ビットメッセージは非中央集権型の暗号化された無信用の p に p 通信プロトコルである。他者、または複数のサブスクライバーへ暗号化されたメッセージを送信することを可能とする。無信用とは、信用の置けないノードと通信してしまってもセキュリティが破られないことを指し、サーバの信用を認証局の発行する、証明書に依拠する SSL などのシステムとは、 対照的である。ビットメッセッジは、ユーザーの ID を取得するために、公開鍵暗号で暗号化された各、ユーザー宛てのメッセージを P2P P ネットワーク上で複製し、他のユーザーのメッセージと書き混ぜる。これにより盗聴を防ぎつつ、非中央集権方式でネットワークを運用することが可能になる。ビットメッセッジの通信プロトコルは、認証を通して送信者の成り済ましを防止し、 防除システムからメタデータを引得する。2013年6月に NSA による電子メール防呪が報じられると急激に使用者が増加した。2014年6月現在、ビテメッサゲネットワークでは1日に数千通のメッセージが処理されている。パビットメッセッジはビットメッセッジの正式なメッセージクライアントとして設計されたオセックス用のクライアントである。 数多くのサーバが電子メールによるビットメッセッジの送受信用のエンドポイントを提供している。ビットメッセッジ、CH はその中の一つである。多くのアプリケーションがパビットメッセッジクライアントと imap、pop と SMTP プロトコルを用いる電子、メールアプリケーションとの間にブリッジを提供している。ビットメールは imap、pop、 SMTP プロトコルのブリッジをするアプリケーションである。ビットメッセッチは受信者だけがメッセージを複合できる要公開権暗号を用いてすべての送受信されるメッセージを暗号化している。また以下のような運用により匿名性を確保している。ビットメッセッチバージョン0.35からチャンネルと呼ばれる新しい機能が追加された。 これは非中央集権型の匿名メーリングリストである。従来の電子メールを用いたメーリングリストとは異なる。多くのチャンが広く知られており、オンラインプライバシー問題から政治、果てはチスまでの多岐にわたる目的で使用されている。ビットメッセージのコンセプトは、非中央集権型のデジタル通貨、ビットコインの設計をもとに、ソフトウェア開発者、ジョナサン・ゴーレンにより着想された。 ビットメッセッジを実装したソフトウェアは2012年11月 MIT ライセンスの下にリリースされた。ソースコードは Python で書かれており、オパンスルの暗号関数と Qt、クロスプラットフォームアプリケーションフレームワークを使用している。Microsoft Windows、MacOS、Linux 上で使用可能である。ビットメッセッジは、非中央集権型という特性と暗号の解読が、 困難であるという理由から NSA による令状なしの盗聴を防ぐことができると評されている。このため NSA による電子メールの盗聴が報じられた後の2013年6月ビットメッセッチを実装したプログラムのダウンロード数は5倍に達した。ビットメッセッチは電子メールにとって変わるともポピュラーサイエンスと C ネットで言及されている。2015年10月現在 ビット目設置の安全性は第三者機関から審査されていない。ありがとうございます。